今回は静岡県葛城ゴルフクラブうがりアウトコースの2番ホール。レギュラーティーからピンまで411ヤード、ミドルホール攻略を紹介します。ティーショット、大変距離の長いパー4です。やや右ドッグレッグしています。ティーショットは、フェアウェイセンターから、やや左サイドを狙ってください。セカンドショット、セカンドショットも、比較的大きなクラブが必要となります。無理せず3オンも一つの攻め方です。このホールはバンカーが一つもないのが特徴で、サードショットのアプローチでパーを狙うのが良いでしょう。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。うがりアウトコースの2番ホールはパー4。レギュラーティーからピンまで411ヤード、距離が長く右ドッグレッグしているミドルホール。難易度は18ホール中2位、平均スコアは 5.68、 平均パット数は 2.02。90ギリの人は3オン2パットが無難、100ギリの人は4オン2パットが無難です。うがりアウトコースの2番ホールパー4。レギュラーティーからピンまで411ヤード。ティーショットの攻略ポイントは、大変距離の長いパー4です。やや右ドッグレッグしています。ティーショットはフェアウェイセンターからやや左サイドを狙ってください。うがりアウトコースの2番ホールパー4。セカンドショットの攻略ポイントは、セカンドショットも比較的大きなクラブが必要となります。無理せず3オンも一つの攻め方です。このホールはバンカーが一つもないのが特徴で、サードショットのアプローチでパーを狙うのが良いでしょう。うがりアウトコースの2番ホールパー4。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。